ようこそ、マルクとメルク。これは現実なの？今度は何？おそらく今行われているファイトと完全にリンクしたのだ。達也様、今宵はなんて素晴らしい夜だろう。ようこそエンジェルフェザーのユニットたち。何のためにここへ来たの？命へと問う声、何のためにアスペユクの今のイメージ声、聖天の霹靂のように、マルクとメルク、僕は君にパパとママを生き返らせてほしいんだ。分かっているよ、代償が必要なんだろ。代償？こんな楽しいファイト早く終わらせるのは惜しいけど、僕はもう待ちきれない。イマジナリーギフトプロテクト2。さらにマルクとメレクのスキル発動。何？そんなことしたらタツヤのダメージは6になってしまう。何考えてんだタツヤ。新エモンさんこそ何を慌てているんです。え？ドロップゾーンからアンプテーションエンジェル、ザイン、ラメドをスペリオルコール。これが代償？ダメージチェック。ヒールトリガー？このタイミングでか。なんて運の強さな。運ってのは最後まで諦めなかったやつだけが手にできるギフト。ダメージ1回復。いきますよ、サウザンドレイペガサスでブースト、マルクとメレクでアタック。あ、まさか。半蔵でヴァンガードにアタック。ノーガード、ツインドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック。クリティカルトリガーだ。ダメージチェック。ノートリガー。俺の負けっす。どうせ負けるんならもうちょっと粘れよ。
忍者マスター選手第2試合にも勝利。これは3人抜きもあり得るか。弱き者は去れ。言われると思ったっす。俺は前の2人のようにはいかんぞ。宣告承知、天下分け目の決戦でござるね。お前は天神の女神クシナだ。俺が呼んだから。それだけじゃありませんよ。俺のユニットたちもツインドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック。またヒールトリガー。パワーはアンプテーションエンジェルに。サウザンドレイペガサスでブースト。ザインでヴァンガードにアタック。ザインのスキル発動、ファイノメナスをダメージゾーンに。消えた。新エモンさん。な、ああ、ガード。またザインを退却させ、ラメドでブースト、アンプテーションエンジェルでアタック。これもガードだ。ダメージ後のままなんとかしのげたか。新エモンさんのターンですよ。わかってる。スタンド&ドロー。ファイトしてるとクレイのユニットたちをとても身近に感じる瞬間があるんだ。いつかきっとあいつらに会える、そんな気がするんだ。本当にその時が来るなんて。だけど新エモンさん、蒼天光人ウラヌスにライド。いかなる闇にも一条の光はさ、どんなにかすかでも我はそれを読み称えるもの。剣山蒼天光人ウラヌス。ウラヌス虹ケモン、バイトの最中だぞ。余計なことは考えるな。勝ってるさ、師匠。ゲット、イマジナリーギフト、さらに行動のディケイをコール。スキル発動、山札から7枚見て星読みを2枚手札に。ゲット、イマジナリーギフト。光天神ウラヌスとアストライオスドラゴンをコール。蒼天光人ウラヌスのスキル発動。呼んでいいのか、あいつまで。サークルシフト、聖域展開。星読みの守護神、絶海巨人ヴァルケリオン。ヴァルケリオンのスキル発動、トリプルドライブ。ノーガード、ドライブチェックを。トリプルドライブ。
撃っちゃダメだ。このパワーを有効活用できればやはり人類の可能性は無限に広がる。そうだろう、ライブ。有効活用できればな。できるとも。いや、してみせる。一生をかけても。これが素晴らしいだって。こんな形でクレイのユニットたちを地球に呼んじゃいけない。ダメージチェック。ドロートリガー。まさか完全ガードでも引き上がったか。パパ、ママ、いよいよだよ。達也、さっきお前が言った代償ってなんだ。もう分かってるんじゃないですか。そうですよ。僕自身が傷を負うことです。あるいは、命を失うような。だろ、マルクとメルク。お前、自分は死んでもいいってのか。パパとママが生き返るのなら、僕の命なんていらない。自分の命を使えば。あなたまでそんなこと考えてないでしょうね。僕にはイメージできる。パパとママの笑顔が。お前は何もイメージできちゃいない。本当に両親は笑顔でいられるのか。達也、お前がいない世界に生き返ってもお前と同じ悲しみを味わうだけじゃないのか。だからどうしたんですか。パパとママが生き返ればこの悲しみは消え去るんか。それは悲しみから逃げようとしているだけだ。そうじゃない、悲しみのイメージを塗り替えるんだ。興味深い。だけどこのファイトはもう僕の勝ちだ。確かに新エモンにはまだアタックできるユニットが3体もあるが、達也の前列のユニットはプロテクト2によってインターセプトの時シールドプラス10000、手札に完全ガードがあれば新エモンのアタックは3回全ては通らない。来たんだ、先導者であるあなたを超える時が。それはどうかしら。新エモン、見せてあげるといいわ、あなたの新しい力を。ああ、新しい力。2枚の星読みをレスト。何をする気だ。蒼天光人ウラヌスのスキル発動。スタンドアップバルケリオン。まさか。バカな。達也、お前言ったよな、翼だって。エンジェルフェザーは僕の翼だ。翼があるんなら飛べるはずだぜ。どこへ。未来だ。未来。
俺にも美咲ちゃんにも師匠にだって悲しい過去はある。だけど自分の命と引き換えに大切な人を生き返らせようなんて考えたりはしない。お前も死のうなんて考えるな。いや、死なないでくれ。どうして僕が死んだところで友達が死んで悲しくないと思うか。僕が友達。達也、未来をイメージしよう。そして行こう。そのための翼はお前だって俺だってほら持ってる。ヴァンガード。そうとも、ヴァンガードは俺たちの翼なんだ。ヴァルキリオン、ゾディアックブライダー。ダメージチェックが。ダメージ6。完全ガード、なぜ使わなかったの。ドライブチェックのある装填工人ウラヌスのアタックを止めるため。いや、達也は自分自身を止めてほしかったのかもしれん。実験の負荷によるものだ。署員たちをすぐに避難させたまえ。はい。署員は緊急避難せよ。繰り返し、署員は緊急避難せよ。どうしてジェネシスのユニットたちは消えないんだ。おそらく2つの得意点が地球にあるせいだろう。どうすればウラヌスたちをクレイに戻せる。大丈夫だよ。ご紹介がまだだったよね。僕はクロノドラン。クロノ？僕もクロノ。え？クロノとクロノ。そうなんだ。はじめましてクロノ。はじめましてクロノ。お、もう行っちゃうの？うん。そうか。自らクレイへ戻ることでユニットたちを。クロノ、またね。クロノ。どういうこと。得意点同士引き合ってしまったのかもしれん。クロノ。師匠。あなたまで行ってどうするの。けど、ヘリは？こんなこともあろうかと。
ロ、クロノ。先導者、我も未来へ行くぞ。クラレットソードドラゴンをスタンド。ここで神崎選手必勝パターンだ。とどめだ。ノーガード。忍者バスター選手、運命のダメージチェック。マーク君、無念のノートリガー。第3試合は神崎雄一郎選手の勝利。これでどうしたことでしょう。神崎選手が涙を流しておりやせん。本当だ。弱さは罪だ。償いたければいつでも来い。あの神崎さんがいつでも来い。これでチーム 3S の1勝2敗となりましたが、チームはチーム日本は忍者マスター選手以外会場入りしておりやせん。死ねも、ソーリーでござる。お、あれは新さん、遅いぞ、やっと来たいもん。チーム日本、新田新右衛門選手、なんとも心にくい登場であります。一緒じゃないの？絶対に来てくれると信じていただくござる。よ、お、待っていたぞ、新田新右衛門。アジアサーキット決勝戦、新田選手対神崎選手の試合が始まります。お前、30秒でわかるカード紹介コーナー。今日紹介するカードは新右衛門さんの蒼天光人ウラヌス。ヴァンガードサークルにフォースが3枚以上あるとき、グレードの合計が5以上になるようにソウルブラストすれば聖域を展開できる。それだけじゃなく、なんと自分のリアガードの星読みを2体レストしてヴァルケリオンをスタンドできる。ヴァルケリオンの連続攻撃で一気にダメージを与えよう。このカードで君もライドザ・ヴァンガード。どうもマルクです。メレクです。あ、右手がメスで左手注射器、2人合わせてマルクとメレクでございます。いや、しかしあれですな、世の中には無茶なお願いしてきよるんがおりますな。無茶なお願い？死んだ両親一からしてくれとか。それぐらいならなんとかなるかい。聞いてくださいよ、風邪ひいたから注射してくれ言いよりますね。立派な注射器持っとるんやからしたければいいやないですか。ですけどね、この緑の液体メロンソーダですからね、風邪に効くかっちゅうの。もうええわ、